はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。ロイターにですね、これは昨日の午後8時13分にこんな記事が出てまして、米か日比アメリカ、カナダ、日本、フィリピンですね、南シナ海で合同演習実施と、ふうという感じなんですけども、米国、カナダ、日本、フィリピンは南シナ海のフィリピンの排他的経済水域で2日間にわたって合同海上演習を行った。米太平洋艦隊が17日発表した。航行と飛行の自由を守り、地域の安全保障と安定を強化する4カ国の取り込みを再確認することが目的としている。4隻の軍艦が参加し、まあ、1隻ずつということですね。軍の原則戦術技術手順の相互運用性テストを検証し、運用性テスト を運用性をテストし検証するための一連の海上演習が行われたと説明。多分大砲撃ったりミサイル撃ったりはしていないんですよ。お互いにこう走りながら、はいこっちとかって、こちらカナダって日本聞こえてるとかって言うてですね、そのはい、じゃあなんとかスイッチ入れましたよって、あ察知しましたかとかって、まあその程度です。なんとかレーダー今入れましたとかって、その程度です。どういうことかと言いますとですね、この4カ国はですね、いつでも連携してですね、中国が変なことしたらですね、出ていくでという、そういうことなんですね。フィリピンの排他的経済水域の中にですね、今ですね問題になっているなんたら干渉は含まれているんでしょうかね。含まれていると面白いですよね。でこれに中国はですね、かなりこうイラとしているはずです。もちろんこれが中国を対象としているということはですね、もう 100% 明らかですよね。だからイラとしているはずです。多分アメリカが主催をしているんだと思いますよね。まあなんと言いましょうかですね、象徴的だというか、中国に対する示威行為、つまり脅しの行為ですね、脅しを示すと示威っていうんですけど、行為であるということも明らかです。ここのところのね、アメリカの動きを見ているとですね、中国とですね、ドンパチ海上でですね、ドンパチやるということは厭わないよというふうな意思を示しているように思えますね。多分そうなんでしょう。で、中国軍ってね、もうさっきから言ってますけどですね、かなりポンコツなんですよ、どうやらですね。これはこの前の台湾を囲んだ研修もそうですし、2022年、今約2年前ですね、に行われたですね、まあ1回目というべきかな、台湾を囲んだ演習、ミサイルも落ちました。でも明らかなんですけどもですね、まだまだですね、数だけは揃えてもですね、中身の練度や武器の性能ということに関しては全くこうアメリカには太刀打ちできないレベルであるということが分かってるんですね。で多分アメリカはそれを知ってるんですよ。なんでですね、台湾海峡で何かをやるとなるとですね、ちょっと面倒です。アメリカちゃう、中国の本土に近いんで、中国は本土から何でもどんどん繰り出せますよね。主に飛行機ですけども。ところがですね、南シナ海はだいぶ遠いんですよ。ということはですね、中国はですね、船は出せるんですけども、航空機の作戦範囲内かというとかなり微妙なんです。まあやってできないことはないと思うんですよ。今ミサイルの性能もいいですからね、やってできないことはないにしろですね、ちょっとですね、心もとないところがあるわけですね。でそこではアメリカはフィリピンの基地を使いますからですね、アメリカにとっては準ホームみたいなもんですね。となると圧倒的に地の利もあると、アメリカにとって。でそこで中国軍とですね、中国の海空軍とアメリカの海空軍が衝突しても多分ボロクソに勝てるんですよ。
もうパーフェクトゲームに近い状態になるんちゃうかなと思うんですね。で今中国の核戦力はですね、アメリカに対抗できるほどではありません。だからよっしゃほんなら 核やったんでみたいな、そういうふうにもなりにくいでしょうね。なんでですね、アメリカにとってはですね、南シナ海で中国と衝突するのはウェルカムなんですよ。やってもええのオラ、いつでもやったんでオラ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 ということなんですね。でもあんまりそのオラオラをやるとですね、刺激が強いんでですね、そのおとなしくおとなしくですね、それでもほらほらってやってるわけです。その一つがこの合同訓練かと思います。先にロナルド・レーガンですね、横須賀を母校として、ですね、一月ぐらい前にさよならありがとうって言って出てきました。そのまままっすぐですね、ハワイあるいはサンチエゴにですね、まあハワイに寄港してサンチエゴに行くのかですね、まっすぐサンチエゴに行くのか、あるいはどうしてもいいんですけど、いやあっち帰るんかなと思ったらですね、違いましたね。南シナ海に現れてましたね。つまりですね、こうですね、横須賀母校としては最後の任務はですね、南シナ海での自衛活動であったということですね。つまりですね、中国に対する脅しです。うら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 やってみーみたいなですね。まあできるわけないんですけどね。なんで今日別の動画でも言いましたけど、これはですね、アメリカにとってウェルカムな南シナ海でのですね、発火はですね、この海での南シナ海でのパワーバランスを変えてしまう、つまり中国を大いに後退させられることが可能かもしれません。なんでですね、バイデンはそんな戦略的なことを考えられる人ではないんで、誰かが考えてですね、南シナ海ではいつでもできますよというふうに進言してるんでしょうね。でこういった作戦もですね、積極的にやろうぜということになってるんだと思います。でもちろんですね、日本の海上自衛隊はですね、そうなった時にですね、一緒になってですね、中国海軍をやっつけることはできません。憲法上の制約があってですね、でも後方支援には回れますからね。何ができるかっていうと、対戦行動で中国の潜水艦がですね、こう不用意に近づいてきればですね、近づいてますぜということをですね、アメリカに知らせることができる。そうするとアメリカ助かるわけですよ。日本の海上自衛隊の対戦能力というのは世界第一級です。もしかしたらですね、アメリカより日本の海上自衛隊の方が優れているかもしれません。本来ですね、アメリカの第7艦隊が日本の海上自衛隊に期待しているのはそこなんですよ。つまり敵の潜水艦見つけろと、もうそれに尽きるんではないかなと思いますけどね。だからその潜水艦に駆り出されると思います。で実際潜水艦を見つけてもね、その潜水艦をやっつけるのは海上自衛隊の武器ではなくって第7艦隊の武器でやっつけるということでしょうね。やっぱりね、海の戦いで一番怖いのは潜水艦なんですよ。で多分中国の潜水艦なんか海上自衛隊の手にかかればすぐに見つかってしまうと思います。まあだからですね、まあもし始まったら日本の海上自衛隊もそれなりに活躍の場は与えられて、極秘任務としてですね、アメリカ海軍を守る対潜水艦作戦を発動するのではないかなという気はいたしますね。はい、ということでこのですね、一応貼っておきますね。ロイター、米か日比南シナ海で合同演習実施というタイトルでございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。